ばんは。こんばんは。はい、ラビットラです。お願いします。さあ、はい、久しぶりのお外ですよ。そうですね。しかも夜です。夜です。夜も夜。はい。なんですけど、はい、今日はですね。何しますか。今日は久しぶりに声が出てないね。もっと張ってきて。4ステ5の声。はい。今日はです、ね。今日はどうしますか。久しぶりにあの。うん、頼まない、普段頼まないメニュー、普段頼まないやつを食べようの企画、はい、第2弾です。2回目、はい、ありがとうございます。今回は鳥貴族編でございます。よいしょ、よいしょ。死ぬほどお世話になってるから飲むぞ。まあ死ぬほどね、うん、若手の時からもうずっとお世話になってますし、芸人はね、はい、商品映ってなくても打ち上げとかで、うんうんうん、もう写真撮るやん、みんな、はい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 、後ろの背景で分かるから、分かるね、鳥貴族分かるね、うん、作りね、作りで全部一緒やからね、言うたら。おし、なるほど、はい、鳥貴族で食べたことないやつを食べると、はい、食べるというところで、めちゃくちゃあるで、俺多分めっちゃ偏ってるから。あ、そう、うん、あ、でも俺もそうかな、うん、基本的に決まってくるよね。え、それは料理もやし、はい、おじさん料理もやし、うん、もうお酒 も, もう飲み物 も、はい、お酒飲む今日。じゃあ、ではお酒を飲みます。でも、え、飲みます。じゃあ頼んだことないやつやろ。ほぼほぼないでほぼほぼないでしょ、あなた。ベロベロになる可能性がありますね。だって、大猿なんだから。なるほど、楽しみやな、はい、鳥貴族山ほどあるから、この辺。そうね、で早速行きますか。はい、はい、行きましょうか。楽しみです。俺結構久しぶりやね。行きましょうか。うん、はい、はい、じゃあそれでは鳥貴族に行きたいと思います。さあ、着きましたね。はい、久しぶり、混んでるね。やっぱり安定の人気ですよね。はい、うわ、楽しみ。うわ、ほら、メニューがね、いっぱいありますね。すごいすっきりした感じない、はい、もうちょっとなんかこう蛇腹のやつやって今日。ああ、確かに確かに確かに。結構何個かあってみたいな。あったね。そうそうそう、やけども、もう1枚に収まってるっていう。ちょっとじゃあ早速やっていきます、はい、え、じゃあ全員な、ヤマピーさんもな。あ、もうそれはもちろん全員。まずちょ飲み物から。あ、飲み物から。うん、飲んだことないやつ。はい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 。逆に俺飲んだことあるのが、うん、お酒ダメですもんね、あなた。俺もうマジで、うん、あ、でもあれや、コーラハイボールも飲んだことあるわ。大丈夫やった、その時は。その時は全然。どうしたらいい。だから頼んでないやつを。だからこのメガメガとか絶対いかん。いや、そりゃそうやね、そりゃそうやねんけど、メガのこのビール、金麦、うんうん、絶対いかん。行ったことない。だってビール自体飲まないでしょ。行くか、じゃあ今日。お、飲めます。メガメガ金麦。ああ、いや全然いいと思う。私よく頼みますけど、メガ金麦です。はい、ナベさんは。私はちょっと気になってたやつがあったんで、トリッキーのワイン。確かに、ちゃんと、しかも多分オリジナルのやつやと思うんですよ。それのトリキレッド。それワインですよね、きっと。ワインです、ワイン。瓶みたいなの書いてる、うん、ジャムみたいな。僕はそしたら飲んだことないやつ、ジンソーダかな。これ何なんすかね、マジで。いや、これ美味しいよ。これも飲んでみたいな。まあ、ええわ、とりあえず。ちょ、まず飲み物。飲み物でいきます。これな、メガ。はいはいはい。で、ジンソーダ。ジンソーダね。で、ナベさんがワイン。私がワイン。果汁。その右よ。カクテルワイン。あ、ごめん。のレッド。レッド。トリキレッド。見たことない。とりあえず飲み物は注文しました。はい、でそのままの流れで、ちょっとフードも。フードも行きますか。キャベツとかね。絶対行くやろ。あ、絶対行ってたんだ俺。でも、もう大人になってからキャベツいかんよ。あ、いかんよ、うん、もう食わへんって思った。ていうか普通に、うん、新
商品みたいなの出てるわ。ほんまに肝焼き、食べたことないやつ。そうそうそう、これはそう、私あるんですよ、言っていいですか。いいよ。このピーマン肉詰め。ああ、俺もないわ。まず頼まへん。頼まへんな。うん、俺はレバー。ああ、俺はまあ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 、まあ、お酒飲む人は多分好きやけど苦手。ああ、シンプルに苦手。もうほんま何年も食べてない。やばそう。もちもちチーズ焼きっす。頼んだことないです。ないですか、一回も。その一回もないです。なんかその飲み会とかでもこうテーブル。いやー、なんて思うけどな。来ました。うわ、でかっ。えぐいえぐい。ほんで思ってた感じと違う。このまま飲むの。ワンカップ。ワンカップ。でこれがジー。ジーソーだね。はい。ヤンビさんの。とりあえず。乾杯しておきましょうか。はい、でかいな。でかいな。やばいな、俺これやばいな。あ、やば。うまい。おいしい。おみくじつきよ、ほんでこれ。吉って書いてますか。しょうもないね。言うな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 。しょうもない運勢だね。大切な人たちとこう親交を深めましょう。なるほどなるほど。ちょっとじゃあ、これレバーで鍋さんがピーマン肉詰めで、もちもちチーズ焼き、もちもちチーズ焼き、もちもち。この辺はこのなんかサイドメニュー的な一品の方で、これな、はいはい、これはもう今日は会うことないんよ。美味しいねんけどな。美味しいねんけど、これね、うん、カマンベールコロッケ、これめっちゃうまいね。トリカワチップ、うん、一人一回だけ好きなやつ言えることです。え、もう酔っ払ってる。そのルール違反やから。これめっちゃうまいね。なんでそんなん頼む。チョコレートで、あと、あ、上全部クリーム、ほぼミルクや。あるんや。料理に合わへんや、こんなん。これだけのみたい、ほんまに。前行った時売り切れやってんや。結構前からあって、これ素直に飲んだことなければ注文できたけど、そんなことあんねん。そんなことある。この釜飯とかこれもうまいな、デザートな、この2つもうまいな。いや、あんま行かへんねん。頼んだことないな。頼んだことない。頼んだことない。そこまで行かへん。腹パンパンなってる。俺2回行ったで。両方行くで、これ。カタラーナと食い放題のタイミングじゃない。カタラーナと、チュロス添えのチョコパフェ1個ずつ。トリックワンと俺ラーメン食ったことない。あー、ないないない。確かにないな。ラーメン屋さん行ってまうもんな。ここで食べへん。これは絶対行くやん、釜飯。な、意外と唐揚げ食わんくない。食べたことないですね。あ、ないな。ないわ。ないない。じゃあ唐揚げ行っとく。唐揚げ行こう。でラーメン行く。ラーメン行って。ラーメン唐揚げセットやん。始まれば。ヤンビさん、あれはご飯セット。ご飯セットないでしょ。確かにトリキで白米食べる人いないんじゃないですか。定食にしようとしてますよね。昔このおにぎりやって。あー、そうやったな。ほんでこのスープ、このついてるスープ、これめっちゃうまいで。あのスープの中におにぎり入れて雑炊みたいにしてた。うん、ヤンビさん行き、これ。いやいや、ご飯セットともちもちチーズしかないねんて。行かれへんて、ご飯。ご飯セットもいろいろありますよ。ご飯セット大中小。大きさか。小小小小小小小。え、ほんで唐揚げ。唐揚げ。
もう腹いっぱいになりそうやな。いやいやいや、じゃあとりあえずレバーとピーマンの肉詰めともちもちチーズ焼きとラー鶏パイタンとご飯セットと唐揚げな。いや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 、いいっすね。めちゃくちゃ久しぶりのお酒ですか、もしかして。松本さん正月飲みました？正月飲んでない。じゃあもう24年2024年一発目。あ、ほんまや。あー、そうか。夜によって一番多分苦手そうなやつですよね、ビールって。松本さんのこれ美味しい、みんな。まあ、え、味味ちゃう、薄い。じゃあ薄いかな。じゃあ飲みやすい。その ビールっていうもの、うん、は何なの？美味しいからって。いや、もちろん美味しい。味がうまい。一杯目特に喉越し。じゃあ大暴徳やね、これ。値段一緒やろ。値段一緒よ。そんなにいらないですか。なんか、まあ、海賊みたいよ。かっこええわ。なんかいつの間にかなくなってんのが嫌やから、この量多いのを頼んでるっていうのはあるよ。なるほどね。うん、全然頼んだことないでしょ。期間限定、期間限定メニュー。こんなん普通にうまいな。まあ、間違いない。デジカルビの串焼き、これが今あれか。あ、まあ、新メニューか。期間限定販売促進系の牛やね。あ、違う、豚か。デジカルビだから。デジカルビ頼む。あ、まあ全然、まあ、ルールには沿ってるから。そう、沿ってるから全然いいと思うよ。3人用からな。2個2個言っとこうか。よくスライドさせてもらっていい？このもうちょっともう1個言っとこう。このシソチーズの、うわ、いらんそんな。この多分チリソースめっちゃ美味しいね。マジで。うん、ちょっとチリソースブームやから今私が。じゃあやりましょうか。デジカルビー、またパイタン麺あるやん。えって、チーズパイタン。え、あのクリームのやつないねんけど。あ、あるやん。うわ、いいな。いや、あんまりテンション上がらへんねんって。渡辺様飲んでも大丈夫。渡辺様飲んでも、ほんまに飲んでほしい。いやもうこれ食べられへんようなるやん。次これ飲んだら行って、うん、飲んで、ほんまに飲んでほしい。あの魅惑のチョコレートクリームチョコレートミルク。あかん、もうなんか回ってきた。じゃあ早いって。早いって。全然飲んでない。ちょっとトラウマあって、酒で